オークローンマーケティング、株式会社オークローンマーケティング、オークローンマーケティング、インクは、愛知県名古屋市東区に本社を置く NTT ドコモ、以下ドコモグループの企業、テレビ放送やインターネットなどで通信販売事業を行っている。ショップジャパン、ショップジャパン及び、ヒルズコレクション、ヒル、S コレクション、化粧品、美容食品、2013年5月現在、 健康食品は、ショップジャパンにて、販売継続専門のブラドを掲げ、テレビショッピング番組を自社制作している。1993年5月、オークローンマーケティングを設立。最初は、ティファニーやグッチなどのブランド商品を、並行輸入して、問屋に卸していた。1994年4月、海外映像を使用した番組を制作し、放送を行った。 各局では主に番組の穴埋めとして放送されており、ローカル編成枠では時間を問わず放送されている。2005年に販売したラテラルサイトレーナーが大ヒットし、知名度を一気に上げた。また、ビリーズブートキャンプの DVD ビデオは大反響を呼び、同社の看板商品となった。2008年3月より、新ブランドエクサボディ、クサベディを新設し、 これまで、ショップジャパンが取り扱っていた、ダイエットエクササイズの DVD、ターボジャム、コアリズムなや、グッズなどの商品を呼び、サービスを移管した。同時に、ショップジャパンのロゴマークを一新するとともに、番組をリニューアルし、一部商品に限り量販店での販売を開始した。2009年4月に、 ドコモが同社の株式の51%を310億円で取得することが発表され、ドコモグループ入りすることが明らかになった。ドコモでは同社に役員4人を派遣する方針で、同社を通じ携帯電話による通販事業拡大を狙っていると伝えられている。2010年には食品系ブランド日本橋グルメ百貨店を新設し、ショップジャパンでは取り扱ってなかった食品を 扱うようになった2012年現在は閉鎖2012年にエベックスとの共同で TRF デビュー20周年プロジェクトの一環としてエクサボディブランドからダンササイズ d v d t r f e z d o ダンサーサイズシリーズが発売され大ヒットを博しているが2013年12月に続編としてビギナー向けのダンササイズ d v d t r f e z d o ダンサーサイズ エーベックススペシャルエディションが発売され、エクササイズ DVD カテゴリーで、コアリズムを抜き売り上げ記録を更新している。2013年10月に、エクササイズ系、ブランド、エクサボディ、クサベリと美容系、ブランド、ヒルズコレクション、ヒル、S コレクションを、ショップジャパン、ショップジャパンに一本化し、家電から、調理器具、健康、美容食品まで、 オールマイティブランドとしてリニューアルした。2014年8月に大手カツラメーカーであるアデランスとの共同でスピード E が発売されヘアケア製品の強化に貢献した。また同年にブランド表記の本土において CI 刷新に伴い2014年度下半期同年10月期より CM 提供クレジット向けにおいて刷新2014年度下半期より トゥルースリーパープレミアム翌2015年1月より、季節品、戦場魂に限り放送、フォーマット、先行刷新、新年度を迎える同4月期をもって、番組枠自体を、この新フォーマットに刷新し、地上波向けに15秒程度のテレビコマーシャルの放送を、開始と、同年4月30件に、トゥルースリーパーに加した、直営店舗を、オープンし、東急スポーツオアシストのコラボで、 ながら、ウォークを発売した。2016年には、ファッション系まとめサイト、ストリコ、ストリコを立ち上げ、スタイリストが推薦する、おすすめ、ファッションを動画配信し動画で紹介した、ファッションアイテムをその場でこうすることができるため、ショップジャパンで取り扱ってなかったアパレル製品を扱うようになった。ドコモとの提携によって、現時点では大きな変化はないが、 モバイル経由の売上高が数パーセントずつ伸びている。これはドコモ動画にてのコマーシャルや i モードコンテンツにヒルズコレクション、シップジャパン、エクサボディ、日本橋グルメ百貨店を展開していることなどが起因している。また、モバイルクレジット決済である ID に対応したり、同社の商品がドコモプレミアクラブのポイント交換商品となっている。 同じドコモグループのオンビが運営するの TV に提供する通販番組において、その月額である400円、税抜きを購入価格か割引計画のほか、2012年10月の TV にて、エクサボディとのタイアップテレビドラマ、通販ドラマ健康本舗として、テレビドラマを見ながら、エクサボディ商品を購入することができた。放送局側の番組編成によっては、 商品を30分間に1品、または1時間に2品ずつに分けて放送する場合もある。なお、新聞の番組表などに記載される番組名は番組表の大きさなどの都合で買い物、ヨップなどのように省略して表記される場合がある。また、TVQ など一部のボネではワイドテレビショッピング、またはワイドテレショップと表記されることもある。 通信販売の受付電話番号はフリーコールは公式サイトに表示されているが三大都市圏のキー局系列局を除く各局や衛星放送での放送では案内される電話番号が異なる場合もある地上波では主に独立局で放送しているまたそれ以外に四国放送日曜の放送終了前や平日の11時台かつては平日 祝日の夕方枠に放映枠を持っていたが、自社制作枠新設により、全杯、朝日放送、平日の放送終了前、日本テレビ、テレビ大阪、深夜での放送が中心。平日日中にも放映枠を不定期でもろける場合もある。関西テレビ、月曜深夜に定期放送。日曜深夜にも不定期放送の場合あり、毎日放送、自社制作枠等で定期。 もしくは、不定期での放映枠を持つつぼねも多い。また独立局では、テレビ埼玉と KBS 京都で日中に放送される、通販番組の大半ショップジャパンのものである。特に、KBS 京都では新番組が決まらない際、ショップジャパンの通販番組を昼夜を問わず、穴埋めで放送されることが多い。衛星放送では、BS デジタル放送の民放各局、 BSTBS、QBSI BS 時代よりや b s ジャパンでは、スポット枠、90秒枠で CM 放映。ワウワウルブを除くや、CS 放送の各局で放送している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。